アズマ神社は、福島県福島市藩坂町平野にある神社。式内社で、旧社格は、豪社の地損者。由書書によれば、創建は不詳。平安時代中期の演技式神明帳には、道の区国市の部分、アズマ神社名神台と記載され、市の部分に鎮座する演技式内社小座の中で、名神大社とされているほか、国の行事儀式、 明神祭が行われていた。明治維新前は、福島市内を流れるすり上川と松川の間にある、アマルメ地区24号内に鎮座する神社の僧者とされていた。創建当初は、東山の雷沼付近に社殿が鎮座していたが、山独の大座僧地区の清地山に遷座し、その後現在の鎮座地へと再遷座したという。王子は、様々な名称が、 東ズ沼神社に付けられていた。主な名称として以下のものがある。その後明治2年に現在の東ズ沼神社の社名に戻した。境内にある資料館には、七的大明神、七松大明神、東ズマ神社と呼ばれていた頃の胸札や変額、写真などが残されている。明治4年に近代社格制度において後者に列し、明治8年に尊者となった。 現在は、主に五国法上、災難少女、日伏せの神として信仰されている。社殿は、拝殿、平殿、本殿からなる。拝殿内部拝殿内には、1932年3月10日に、岐阜県の数傾者により奉納された松笠で作られた、おろちがある。また、本殿と平殿の接続部上部には、男と女の顔が彫られた装飾、本殿を扉の上には、 完成9年に奉納された、口を開けた面が掲げられている。本殿の裏には、石祠が祀られているほか、境内には、新横、あずまや沼神社資料館、遊具などが設置されている。社殿のすぐ裏には、福島交通、飯坂線の平野駅がある。所在地交通アクセス。ありがとうございます。